ポルトゥガレーテは、スペイン、バスク州、ビスカヤ県のムニシピオ、グランビルバオに属し、ビルバオ川口左岸に位置する。面積は3.21平方キロメートル、2013年の人口は47,756人であり、14,908人平方キロメートルである。人口密度は、自治州内で最も高い。市外は、 ビルバオ海岸とバロンティ川の間の丘陵地帯に広がる。1322年、ナヘラ白オンナ・マリアディアスデアロによって町が作られた。それより100年前から船乗りたちの間には天然港の避難場所として知られていた。18世紀の神父で作家であるフアン・アントニオ・モゲルは、ポルトガルとポルトガレテが、元はどちらもケルトの港を意味するポーショス・ゴロレムで、 後に二つに分離したという説を指示していた。しかし、ポルトガルもポルトガレテもその説を指示していない。ポルトガレテは、最初、ウガれて、または、ウガれたとバスク語で呼ばれていた地が、ローマ人がやってきて、ポルトをつけた下に過ぎないとする。マリアディアスデ・アロが授けた検証はやがて失われ、1432年に、フアン2世が追認した検証が今に残る記録となっている。 この時代のポルトゥガレテは、漁業と同じく羊毛や鉄の運搬や貿易で恩恵を受けていたことが伝わっている。19世紀に産業革命が起こって経済が活気つき、鉄道が敷設され、吊り橋が湾内に架けられた。余暇に適した海岸に面していたために、新興ブルジョア階級の人々は、ポルトゥガレテにこぞって夏の別荘を建てた。20世紀以降も、 ポルトゥガレテは、左岸の貿易と保養のハブチであった。現在のポルトゥガレテには大規模な工業施設はなく、中規模の金属加工業、機械工業、建設業が残る。住民の多くは、周辺の工業地帯で働いている。農業は、継続した工業活動のために消滅した。グランビルバオ地域のベッドタウンとして発展し、 1950年代から1970年代まで、カスティーリアやガリシアからの移住者が流入した。1980年代に人口密度は最高に達したが、以後は失業率の上昇や住宅価格の高騰が原因で、人口の伸びは鈍化した。ありがとうございます。